どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さて、今回も毎週末メンバー限定で行っているリモートデュエルの様子を動画にしてきましたので、ご覧いただこうと思っております。コロナ禍でもカードゲームを楽しむためにはリモートデュエル最適ですよね。リモート収録につき、画像が見づらい、画質が荒い、音声が聞きづらいなどあるかもしれませんが、ご容赦いただければなと思います。いつも通り仲間とフリー対戦している様子でございます。ルールミスや効果ミスなどあるかもしれませんが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。観戦しているメンバーがいますので、対戦者以外が喋ることもありますが、ご了承ください。今回の対戦内容は、画面右側、龍が使うデッキはプレデタープランツデッキ、そしてメンバーが使うデッキは剣闘獣デッキです。それではデュエルスタンバイ。なるほどなるほど、悪くないですね、非常に。これはね、いけそうだわ。まずはデストイパッチワークを発動。デストイパッチワークの効果によってデッキから融合1枚とエッジモンスター1体を手札に加える。これによって融合とエッジインプチェーンを手札に加える。これが強いんだな。圧倒的1枚が2枚になるムーブね。手札よりマジックカードプレデタープラクティスを発動。手札のプレデタープランツオフリススコーピオを特殊召喚し、デッキからプレデタープランツモンスター1体を手札に加えることができる。この効果の発動後、ターン始まる時点で僕は融合モンスターしか特殊召喚することができない。セラセニアント、オフリススコーピオの効果発動、特殊召喚に、成功した場合、手札を1枚墓地に送る。エッジインプチェーンを墓地に送るぜ。そしてデッキからプレデタープランツモンスター1体を特殊召喚、プレデタープランツダーリングコブラ。そしてダーリングコブラがプレデタープランツモンスターの効果で特殊召喚に成功した場合の効果発動、融合またはフュージョンマジックトラップカードを1枚手札に加える。これによって俺が手札に加えるのは超越融合、超越融合を手札に加えるぜ。フィールド上のモンスター2体で融合を行う。召喚条件はプレデタープランツプラス闇属性モンスター融合召喚。現れよプレデタープランツ、キメラクレシア超越融合の効果発動、キメラクレシアの融合を採用したモンスター1組を墓地から特殊召喚する。ダーリングコブラ、オフリススコーピオはフィールド上に舞い戻るぜ。手札よりマジックカード融合を発動。召喚条件、フィールドの闇属性モンスター ×3 プレデタープランツトリフィオベルテム。このモンスターは、相手が、エクストラデッキからモンスターを特殊召喚する際にその特殊召喚を無効にし破壊することができる。そして俺は手札よりマジックカードフュージョンデスティニーを発動。フュージョンデスティニーの効果によってデスティニーヒーローディバインガイト、デスティニーヒーロープルーディオ墓地の送り、融合召喚アルティメットバグモンスター、デスティニーヒーローデストロイフェニックスガイ特殊召喚。そして俺はこのままターンを終了するぜ。さあ君のターン。なるほど、じゃあドローして、じゃあドローします、はい、スタンバイ入って OK、 スタンバイフェイズ。俺はプレデタープランツキメラクレシアの効果発動、デッキから、融合またフュージョン魔法カードを手札に加えることができる。これで俺は最強魔法超融合を手札に加えておくぜ。やばいやばい、やっとなって、そう、ちなみに超融合はプレデタープランツ相手にする場合は闇属性を出さない方がいいぜ。融合モンスターが1体が全部闇なの。相性悪いじゃん。相性悪いんだけど、それエクスロモンスターそんな闇なんだ。では手札からイラディアルリジェクション発動、お演武天地も発動、いいだろう。デッキからレベル4以下の重戦出力モンスター1体を手札に加えることがいいだろう。ブラックトール、いいだろう。で即座に発動、うん、カードを手札から捨てて、デッキからレベル3以下の獣一体を墓地に送ることができる、うん、送るのはお友達を、なるほど、お友達を墓地に送っていく。はいはい、トライビングエイド一体を手札に送ることができる。まあいいだろう。テラスの交換と、ああ手札から獣一体を墓地に送って副召喚に、うん、墓地に送るのはトライビングエイドキット、うん、墓地に送られたキットの交換と、ヒット以外のトライビングエイドモンスター一体を墓地に送ることができるのはなぜ。テラスの効果発動、墓地から2の数だけ獣を除外して、うん、除外した数と同じリンクマーカーの数値を持つリンクモンスター1体をエクストラデッキから特殊召喚、うん、見たろ。ドラガシスを特殊召喚、ほう、これは効果に、効果による特殊召喚のため無効にはできない。手札からじゃない個々の効果発動、テラスと同じ効果、墓地から除外して2体目のドラガシス、どこに行った、ドラガシス行方不明。さあこれでどっちかを破壊されても
どっちかが通る。なにバカな、トリヒオベールというの効果をかいくぐってくるだと。バトルフェイズ、時間に出したドアガシでデストロイフェニックスライン攻撃。でもこれでレティアリーが出てくるかもしれないのか。スルーだな。スルーだな。これスルーだ俺。待って俺スルーだ。ブレイング分かってきた。俺スルーだ。デストロイフェニックスガイは普通に殴られる。2体目のトラガシで デストロイフェニックスガイに攻撃。オッケー。なるほど。1800のダメージ。うん。あ、バトルフェイズ終了時。いいよ。どうしよう。トラガシスの効果としよう。いいだろう。エキスはモンスターゾーンにいない方のトラガシスを。はいよ。に戻して。はいよ。デッキからブラディアルギストモンスター2体を特殊召喚。いいだろう。いや、むずいな。ムルビロ。ムルビロムルミロとムルミロ、はいはい、浜田雅俊ね。浜田雅俊、はいはい。アウグストル特殊召喚。アウグストル特殊、なるほど。効果をチェンジ、アウグストルの効果をチェンジで発動。はいはい。ムルミロの対象はもちろん真ん中の融合モンスター。トリフィオベルトム。そう。オッケーオッケー。では手札からノクシウスを特殊召喚。はい。アウグストルが効果特殊召喚されて、で、こいつの効果で、トリフィオベルトムが破壊しました。戦闘中モンスターの効果で特殊召喚されたノクシウスの効果発動、うん、そしたらグラディエルビーストモンスター1体を墓地に送ることができる、うん、ベストローリー。ベストローリー、はいはいはい、なるほど。メイン2に入ってよろしいですか。メイン2入ってよろしいですかにちょっと考えますね。いいんじゃない、いいんじゃないの。マジですか。じゃあメイン2入ります。アウグストルとブルミロとオーガシスを戻して融合召喚。はい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 。交換条件はアウグストルとグラディアルビーストモンスター2体、うん、グラディアルビーストアンダーバタイを有効召喚、うん、リノス石召喚に成功したアンダーバタイの効果、うん、いいよ。さらにからレベル7以下の仲間を呼んでくる。はいはい。ガイザレスを特殊召喚。なるほど。ガイザレスの効果は、ガイザレスの効果、デストロイフェニックスガイ。いいだろう。ここでまあ使わざるを得ないな。デストロイフェニックスガイの効果発動。まずこいつだな。こいつはフィールドはこれと、あとその、リジェクションだな。リジェクション、うん、それを破壊しよう。破壊される、うん、でデストロイフェニックスガイの効果発動。破壊されたら次のスタンバイフェーズに戻ってくるっていう効果を発動していく。活路が見えた。何？アンダーバタイとガイザレスで融合召喚。召喚条件はレベル5以上のグラディアルビーストモンスター2体。グラディアルビーストテーマーエイギトルを融合召喚。はい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 。エイギトルの効果発動。うん。スラデキから仲間を呼んでこれる。うん。オミピアノスを特殊召喚。なるほど。ペラスとエイリトルでリンク召喚、うん、召喚条件はグラディアルビーストモンスター含むモンスター2体スレイブパーサーをリンク召喚。なるほど。スレイブパーサーの効果発動、うん、グラディアルビーストカード1枚を、あ、魔法トラップ1枚を手札に加えることがある。ほう。加えるのはどういうのをされるもんな。プレッシャーすごいね。どういうのをされるからグラディアルビーストを手札に加えることができる。いいだろう。さらに闇を隠さなければいいから、おこれは難しいね。スレイスパーサーの効果、フィードのグラディアルビーストモンスター1体をデッキに戻して、うん、デッキからグラディアルビーストモンスターの効果使いでグラディアルビーストモンスターを特殊。はい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 、はい、レティアリー。レティアリー、オッケー。レティアー、そういうことか。あ、なるほどね。はい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 。デッキのフィニックスガイは除外。やりますね、やりますね、やりますね、やりますね。でもまたライフが6000くらいに取ってるから、ターンエンドですね。ターンエンド、いいでしょう。では私のターン、ドロー。ドミニアンス出さない方が良かった。スタンバイフェーズ、スタンバイフェーズにデスルフェニックスガイの効果で絶対蘇生しなきゃいけないんで、デスルヒーロー、うん、だからこれでディバインガイが特殊召喚するんですこれ。はい、ペッて。フィールド上のモンスターの属性を教えてもらっていいですか。はい。属性は属性、まあ、属性、はい、地属性。あ、スレイブパンサーが地属性。はい。グラッポルが炎。うん。そして、リアリが水です、うん。なるほどね。で、そのドデケイのが、これは、まあ、闇っていう。闇っていうことですね。なるほどですね。まあでも、一発撃つしかないんだよな。セラセニアント召喚だ。マジックカード。超融合を発動。圧倒的超融合を発動。これは、エッジインプ。はい、チェーンを手札コストとして送り、セラセニアントと君のフィールド上のドミティアノス、この2体で融合召喚を行う。超融合の発動に対し相手はカードの効果をチェーンできない、はい、これでセラセニアントとドミティアノス、フィールドの闇属性モンスター2体で融合召喚。魅惑の香りで虫を誘う2輪の美しき花よ、今一つとなりてその花弁の奥の地獄から新たな脅威を生み出せ、融合召喚現れろ、
植えた気持ち毒竜レベル8スターブベルムフュージョンドラゴン。スターブベルムフュージョンドラゴンの効果で特殊召喚されたモンスターの攻撃力をこのモンスターは吸収できる。レティアリー君のライフ攻撃力はちょっとだけ高いはずだ。1200ポイントの攻撃力を吸収し、このモンスターの攻撃力は4000。墓地を送られたエッジエンプチェーンの効果と、セラセニアントの効果はチェーン1、チェーン2で発動。で、セラセニアント効果で、フィールドから墓地へ送られると、プレデターカードなんかサーチするっていう効果。で、エッジエンプチェーンがデストイカードをサーチするよっていう効果。プレデターグラフト、蘇生する装備だ、ね。エッジエンプチェーンの効果でデストイパッチワークを持ってくる。あと6200だろう。あと6200削ればいいんだ、俺は。まだ足りねえ。俺は手札よりマジックカード、プレデターグラフトを発動。このカードの効果によって、自分の墓地のプレデタープランツ。キメラクレシアを対象にこのモンスターを特殊召喚する。さあ、プレータークラフトの効果によってプレータープランツキメラクレシアは特殊召喚される。プレータープランツキメラクレシアのモンスター効果発動。このモンスターの効果によって既存のフィールド上のレティアリーをゲームから除外させてもらう。俺はまだまだやれるってとこ見せてやるぜ。俺はデスティニーヒーローディバインガイトキメラクレシアでサーキットコンバイン現れろ。プレータープランツベルテアラコンダ。そしてベルテアラコンダのモンスター効果発動。一旦に一度モンスター一体を対象に取る。俺はそのフラクトールちゃんを対象に取るぜ。そしてフラクトールちゃんの属性を闇に変更させてもらおう。そいつは今から闇だ。そいつは今から闇属性。そしてプレデタープランツベルテアラコンダのモンスター効果発動。2000ポイントライフを支払うことによってデッキからフュージョンまたは融合魔法を墓地の振り、その効果を発動することができる。俺はもちろんデッキから史上最強の魔法カード超融合を墓地の振り、貴様のフラクトールとプレデタープランツベルテアラコンダとで融合召喚を行う。たたび現れろスターベルムフュージョンドラゴン。どうかんだ相手のモンスター無限に使って融合してやったぜ。これが有利。バトルフェイズ行ってよろしいですか。4000と3600。ごめん、こっちの効果を忘れていたぜ、4000と3600だ。つまり今盤面の総攻撃力は4000プラス3600、7600。そしててめえのフィールドには800ポイントのクソダコモンスターしかいねえバトルフェイズ。まずスターペロムフュージョンドラゴンでスレイパンサーを攻撃、2800のダメージ。そして4000パンチダイレクトアタックヌアー。人のモンスターをパクるのは気持ちいいぜ。早すぎる。